武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の、数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、英語とセットで、時間140分で大問が4題、出題されています。で、大問のうち1題はまあ通常の大問、まあ、1題か2題ですねが通常の大問で、残り3問がまあ小問というか融合問題の、形式をとっています。要はカッコ1とカッコ2でなんかまあ、最初の前提は一緒なんだけど、それをもとにその聞いてくる問題がちょっとその分野が変わるというか、形ですね。例えばベクトルと、まあ、複素数平面と数列みたいなセットになってるみたいな形なので、まあ、いろんな分野、が出てくるという想定をしておいた方がいいでしょう。で、まあ、こういう融合問題の形式になっていますので、まあ、ちょっと難易度高い問題集などでやっていくと、まあ挑めるかなと思いますので、まあ、最低マーチレベル、できれば総計レベルの問題集に触れておいて、まあ、いろんなパターンに対応できるようにするということが、重要になってくるかとは思います。で、まあ、問題そのもの一個一個、の難易度で見ると、まあ、今言った、形なんですが、ただそのどの解き方するのかなっていうのが、要は問題ごとに考え直さなきゃいけないっていうところがあるので、思考の切り替えの速さとか、思いつきの速さって部分がかなり要求されると思っておいた方がいいでしょう。またその時間制限時間に対して大問数4題で、まあ、その大問の中で括弧、まあ、2とか3とか4とかありますので、トータルの問題数は割と時間に対しては厳しめになっています。なので計算速度を引き上げることと思いつく速さですね、という部分をしっかり、鍛えていくように心がけてください。で、その、融合の形式で出る以上、その分野が割と、偏らず、いろんな範囲がまんべんなく出る、形にはなっておりますので、この部分に関しては、まあ、しっかり対応できるように、心がけておきましょう。で、まあ、記述式や、まあ、証明問題、図示する問題など、まあ、出題率は高くないですが、まあ、出ることもあるので、その部分が全く対応できない、弱いという場合には、まあ、国公立標準問題数キャンパスなので、まあ、記述の練習など、時間に余裕があればしておいてもいいかもしれません。ただ、まあ、優先度はそこまで高くはないです。以上が数学の勉強となります。